こんにちは、リクです。今回もよろしくお願いします。今回は第4回目ということになります。前回、すいませんとお詫びをしている最中に話が逸れてしまいました。本当にお詫びをしなくちゃいけないのが、これはスマホで、撮ってるんですけれども、最小の機材でやっていってるということをお伝えしましたけど、このスマホで撮ってるのが、窓をまず全開にしてたという点、これで近所で遊んでいるお子さんの声がもう入っていって、うるさかったなと。それからスマホですので、普通にしていれば、電話が鳴ったり、電話の時にはどうしても切っちゃいますけれども、メールですね、知らないうちに僕もメールが入ってきて、それがバイブレーションに入って残ってたりと。で、僕はもう基本的に一本撮りで、ずっとやってますので、その時の音が入ってしまいました。本当に申し訳ないと思ってます。で、ちょっと後で自分自身で、やっぱり見返したりすると、前回とかはバッキング、指だけで弾いてたっていうのもありますけれども、それでバッキングの音量がかなり小さかったんじゃないかなと。ヘッドホンっていうかイヤホンでかけて聞くと、そうでもないんですけれども、パソコンで再生するとえらくリードギターの音ばっかり聞こえてきてると。できればイヤホンとかで聞きながら、僕のギターに合わせて、リードギターとかちょっと練習してほしいとは思ってるんですけれども、それがもうちょっと僕もだから今回ちょっとバックの音量を上げてやろうと思ってます。そこでいろんなことをまず解決していきたいと、一つ一つですね。ですから、こういうのもコメントで、もしよければ、バッキングの音が小さいですよとか、いろんなことを指摘していただき、修正していきたいと思ってます。ですのでそれも、よろしくお願いします。で、今回やっていく内容として言えば、今まで E という、コードでできた曲、ドレミファソラシド、ですね、このそのドレミファ ドレミファソ、でありますけど、 C D E F G で A B、そして最後にまたドに戻って C っていう風になります。これは必ず頭の中に置いておいてください。ですから、このギター教室の、講座というか講義というか分かりませんけれども、第1回目から、普通だったら、私昔ギター教室通ってました。これは C のコードのドレミファソラシドから普通は入ります。これは一般的ですけれども、ピアノなんかでもそうだと思いますね。白い鍵盤だけでやっていくとか。で、シャープが1つ増えて、2つ増えてとか、あるいはフラットとかいう形でいろんな調子をやっていくと思うんですけれども、E というのはもうシャープも結構多いですね。で、普通の楽器だと E からは入らないです。ところがギターはすごく開放弦でバーンと弾くと、この E というのがすごく合うので、私は E のとこから入らせていただきました。ただし今の説明でも大体お分かりかなと思いますけども、この世の中に流れている曲っていうのは E がメインではないですね。 E の曲もかなり多いです。ただ それでは当然終わってくれなくて、 C がよくあったり、G とかですね、よく使われます。中にはこう F なんていうのもありますけれども、このギターはこの、キーを変えるっていうのが割と簡単にできる、割とというかかなり簡単に変えられます。僕もピアノはほんのちょっと1年ぐらいかじったんですけれども、これはもうかなりそれこそおじさんになってもう20年経ちますね。もうそれよりも前にかなり長くやってたのがトランペットをやってまして、このトランペットでキーを変えるっていうのは至難の技です。トランペットでジャズとかもやってまして、いろんなこうキーでやってましたけれども、ただそれはあくまで、楽譜がありました。僕の場合、ブラスバンドやってましたんでね、そのジャズの、バンドでやってたわけじゃないので、ジャズのバンドでやってる方はかなりもう、楽にやられてるとは思うんですけれども、普通だとやっぱり楽譜ありきということになります。そうでないとキーがなかなかポン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 変えるっていうのは、できないですね。
いろんな音階練習しましたよ、トランペットでも。ギターでももちろん、クラシックギターで、まあ、24の音階っていうのがあって、それをもうひたすらこう毎日練習してやってましたけれども、まあ、それができたからといって、じゃあいろんなキーの曲が弾けるかというと、まあ、そう甘くはないんですね。ところが、今回の、この流れでいくと、いろんなキーの曲が、まあ、即座に弾けるようになる、まあ、いろんなあの頭の中で、変換をかけていかなくちゃいけませんけれども、それがあの割とすんなりできるようになるということで、これは5回目までなんとか、5回ですね、5回、今回4回ですから、あと1回、今日はもう本当に前回できなかった2本撮りをして、この5回を完成させたいと思ってます。で、そうすれば、私が悔しかった、あの舞台に出てこいと、ギタープレイヤーは出てこいと言って、アドリブを、したかったと、それが、この僕自身が多分あのその次ステージに出ていける、レベルになってるかなと思います。で、今回のこの講座なんですけれども、まあ、このチャンネルは第5回目まで受けると、まあ、初心者の方で1ヶ月っていうのはもしかしたらきついかもしれないですね。まあ、まあ倍時間かかったとして、でも今僕がやってる、僕自身もこの収録に1ヶ月かけてます。正直言って、まあ、すぐも撮り始める予定だったんですけれども、いろいろ YouTube のことについて調べたりとかすると、まあ、1月ぐらいやっぱり時間かかっちゃったんで、まあ、2ヶ月ぐらいかな、ギターは今あの触ってます。ただしそんな長い時間触ってなくて、まあ、触らない日もあると。で、触ってる時はですね、5分から10分ですね、触って、やります。で、まあ、土曜日だけは、日曜日が収録ですので、リハーサルを、若干やって、これも僕の指にもあの限界がありますので、そういったことをやって出ます。そして大体の内容を決めて、日曜日にもう一発撮りということでやっていってます。で、できたら今日はこれを本当に、2本撮り、この間一旦出す、2本撮りすると言って正直言ってできなかったんですけれども、今回はできたらこれを完成させていきたいと思ってますので、今回頑張って、やっていきますので、お付き合いの方よろしくします。で、まあ、今回やっていくキーが E から A に変わると、いうことで、さっき言いました、ことかもしれませんけれども、C、ドレミファソですね、ソラシドっていきますけれども、C、D、E、F、G、A、B、C と、C、D、E、F、G、A、B、C ですね。でドレミファソラシドです。ですから今までは、C というのがあのよく、ドレミファソラシドで、普通の楽器だったら C から入ると。ドですね、ド。ドが C と。でそれをミが、C、D、E、ミがドに、変わるというちょっと相対値をこう変えて、やるのが、今の E のキーでずっとやってました。でこれを今日は A に変えると。ですから C、D、E、F、G の次の、だからドレミファソの次のラ、ということになります。でラを基準として、ドレミファソラシドを組み立てると。まあこんな、まあ、当然、そのいろんなキーがやっぱりあのこの世の中に本当に、溢れてますので、それに合わせられる第一歩目として、まず、E を A に置き換えるやり方、これをお伝えしていきます。皆さんの練習法として、言えば、っていうか私も同じことをやってるんですけれども、まず簡単に練習しようと思ったら、スマホにですね、できるだけ高音質で録音できる MP3 で録音できる、アプリを入れると。でそこでバッキングをなるべく長く練習します。ですから僕もあのご自分で録音したのを繰り返しモードでかけるんですけれども、最終よりも
なり始めよりも後の方がちゃんとしたバッキングになってます。ですからバッキングもなるべく、繰り返し、練習していくっていうのが大事です。で、繰り返し録音している、繰り返しモードで録音しているとテンポがだんだん速くなっていってるのも、気づきますね。最初はゆっくりなのに、走ると言いますね、これね。だんだんこう気持ちが乗ってきて、ガーッと前に行ってテンポが速くなっちゃうということがありますけども、かなり走ってます。もう本当に忘れてしまってますよね、音楽から離れていってしまって。で、そういうこともありますけれども、やっぱりバッキングっていうのは、リズムを取る基本ですので、それがまずできるようになると。それができるようになると、僕もかなり今リードの、そのソロをやってても、1回目の、収録のリードギターも本当にヘロヘロなんですけれども、その中でも特にリズムが乗れてないなと。きちんとリズムに乗った、リードが取れてない。で、それが、練習本当に1日5分でも、やっていってると、少しずつ感覚が戻ってきてるんですね。ですから、この、誤解を受け終わった方たちっていうのは、すごく時間かかる方で、やっぱり倍2、2ヶ月かかるかなと。ただ、私も過去やってましたので、1日5分とか10分の練習で、なるべくやるようにして、やらない日も正直であるんですけれども、今これぐらいなんですよ。で、この後にちょっと5回って言ってますけれども、6回目以降は、週に1回ペースじゃなく2週に1回ペースぐらいにさせていただこうというお願いをちょっと、しようと思ってます。その、理由として言えば、やっぱり自分自身のきちんとした練習であるとか、いろんな、ことができていない。例えばギターの弦は張り替えられないという、結構時間に追われた生活を今しています。なかなか難しいですね、YouTube。その動画を撮って、その後編集っていう作業があり、で、それを変換かけるんですよ。ここでこの間もつまずいて、これ30時間ぐらいかけました。ちょっとしたことだったんですけれども、結局そこで時間がかかり、この間は日曜日中にアップできてなくて、月曜日になってしまったと。やっぱりこうそういうつまずきもあって、慣れてくればいいんでしょうけども、6回目以降は自分自身何か曲を仕上げていってアップするというふうに、していきたいと思いますので、できるだけ2週間で、曲を仕上げると。早くできれば1週間で、アップすることもあると思いますけども、難しい曲になると正直言って1ヶ月ぐらいかかるかなっていう感じもします。ですから、まずはちょっとこの5回、をきちんと取ってしまって、それを皆さんの方で、練習してもらう。で、先ほど言いましたように、できるだけ、バッキングを練習して生で録音してもらって、繰り返しモードでかけられる方は繰り返しモードでかけて、それを、スマホで撮ったものをイヤホンで聞きながら自分でリードギターを、乗っけていくというのが一番いい練習方法じゃないかなと思ってます。ちょっと前置きが今回はすごく長くなりましたけれども、本編に入っていこうかなと思ってます。それではチューニングの方、今回。前回の、復習というか、まず E の、ペンタトニックスケールはもう頭に入ってますから、これが解説に本当になっていくので、まずそれを覚えてほしいんですね。ですから、今回はそのペンタトニックスケールで、A パターン B パターンとかいろいろ考えたんですけど、A
めんどくさいですね。 A はラダーとかさっき言ってましたんで、第一の方とか一の方ですね。一の方というのが、ここのところの、もう本当に何回も復習になりますけど、ここのところのローポジション、ローポジションの低い音、これを一の方と言いましょうか。これ E のペンタトニックスの1の型ですね。でこれこの間ちょっと音入れましたね。これ入れましたね、ペンタトニックスケールの。これ1の型で、この1の型の下の方でこのラの音からスライドして、これを2の型としましょう。1の型もちょっと乗っかっちゃいましたけど、2の型これですね、2の型で、3の型このミドルポジションのところ、こうですね、ここのところ、でしたね。覚えてますか？っていうところが、3の方。そしてこれ4の方。ここだけですね。これから、3の方にもうつながり、で1の方に、今2が飛んでますね。で、3の方にそのままで、次4の方、で1の方のオクターブ上、これがこうなりますね。もうこれ正直言ってこの、アコースティックギターでの、このフォークギタータイプのやつでこのハイポジションを抑えようとすると、クラシックギターの、12フレットっていうのはここで切れてます。フォークギターはさらに2フレットこう先に行ってるので、クラシックギターよりもここの部分が、ちょっとクラシックギターだとこうなりますけど、これがこうずれてると。でエレキギターになると基本的に一緒なんですが、ここにくり抜いてあります。フォークギターでもこうくり抜いてあって、ここにもうちょっと手が持っていきやすいように、なっているものもあります。で、弦が、クラシックが一番、ナイロン弦で柔らかいですね。ただし、ここが幅が広いので、押さえにくさという意味では、ちょっと違った系統の押さえにくさっていうのがあります。で、エレキギターは基本的に弦がもっと柔らかいです。ですからハイポジションで、こういうふうなところを押さえるにしても結構エレキギターの場合は押さえやすいと。ですから今もしエレキギターでやられている方はそんなにこんな無茶を、こんな無茶をしなくてもすんなり、あるんじゃないか、できるんじゃないかなと。例えばそのよく制覇とかバレエとかありますけど、これもエレキギターだと割とすんなりいくという感じですね。ですからちょっとこのフォークギター使って今回やられている方は、ちょっと私と同じ環境、ちょっと苦しいですね。
これが、5の方ですかね。さっきこれが4の方、オクターブここよりもオクターブ上っていうことで、オクターブですね。ここではどんなことやってたっていうと、音として言えばこの3の方と一緒ですけど、ここになります。で、1の方の時入れたこの変わった音、これか。これで、5の方というふうにしたいと思います。ですからというふうに、今のだったら3の方から、5の方に移ってっていうふうに、しましたけれども、これが、基本となります。でこれをですね、もし、キーを変えようとなると、ちょっと頭を切り替えていただく必要があります。ちょっと準備しますね。はい、すいません、準備が悪いですね。今から重要なことをご説明します。ギターがさっきやりやすい、他の楽器と比べてキーを変えるのが簡単だっていうのが、この、1フレット、1フレット、2フレット、3フレット、これ半音変わるんですね。鍵盤で言うと、1つの鍵盤、白い鍵盤って押します。次黒い鍵盤を押すと半音上がる。そしてまた白い鍵盤が来て、また黒い鍵盤を押すと半音上がるみたいな形で、半音の間に黒い黒鍵がないところも当然出てくるんですけれども、基本的にはそれと同じ考えで、ギターの場合は等しく半音ずつ変わっていく。例えば E はミですね、ミ。で、ミ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ドですけど、E、E でしょ。で、次は、ここは半音はもうそのままで、ファ。で、ソ。で、ラですけど、調弦するときに、ここもラですね。で、シ。ここ。シ、はい、ド、これはドというふうになっていきます。で結局ミの音がオクターブ上がるということで、ここが、オクターブ上がるということで、ちょうどここが実はギターの中心になります。12フレットがここが、こことここを中心として、ここだとここならないですけど、これとこれがちょうど中心、ギターの中心が12フレットのところになります。だからハーモニクスっていうのもなります、ここでね。まあまあそれはいいとして、今日やりたいのが、ミーファー、ファーシャープ、ソー、ソーシャープ、ラーですね。つまり Eで一つ来て F、F シャープ、G、G シャープ、そして A。ですからこの時にギターで素晴らしいのがこのカポダソというのがあります。通常これ使ってないですけど、これをここにはめると、この前にあるのが E ですね。この E が大丈夫かな。はい、これ半音上がります。F。これを抑えるのが実際皆さん苦労されますね。F。普通はちょっとこっちでやろうかな。もう一つカポダソがありまして、これですね。こっちの方がいけると思います。ちょっとこれで後でやりますね。F はこう抑えます。なかなか
これが抑えられない方っていうのは、最初はもうビビったり、こうビビってしまったりならないと。でこれのコツっていうのは、こう直角に当てるにはちょっとこうここのここで押さえるような形かな。こう分かりますか？こう指の、こっち側で、当てると良くなります。これも YouTube で解説 してましたね。どなたかがこれ結構でも後でバッキングで使うので、これは抑えられるようになってほしいと思ってます。ですから、今ので F、 これが、もうちょっとできるだけこのこっち寄りにした方がいいんですけど、指の邪魔にならない程度にできるだけフレット寄りにすると綺麗になりますね。でこれをさらにF シャープずらします。 F シャープでよく使う GG これは G のコードっていうのは、こういうもし経験される方はこの G、まあ、こう押さえたりしますかね。このローポジションのコードでご存知かもしれないですけれども、これでも G ですね。 GG で次 G シャープ、でもう一つ上がって今度が A、 これが A、ずっと半音ずつ上がってきましたね。今の分かりますか？まず E、はい、F、F シャープ、G、G シャープ、A、A は こちらで、ローコードもありますね。同じですね。この間のチェンジ・ザ・ワールドがそうですね。これも実は A なんです。A ですね。はい、これが今日の、ポイントになっていきます。この A で、E でやってた、これをやっていきます。その時に A の場合は普通バッキングでやるときはこうです。まあ、これ、結構きついです。ですから、まあ、ここにここでストをつけて、あ、そうか、まあ、そうですね。こういう風になりますね。これを、ローポジションでやっていくと A ですから、A シャープ、A7 ですね。で D7 ですね。
の押さえ方ですけども、普通の E にレを足す2弦のレ、ここでもいいですし、簡単に逆にこう入れないでこのミを取ってこの4弦のレを入れる、これ簡単ですね。こちらでもいいです。だから、ですからこれで、まあ、一通りちょっとやれば、いう形になりますね。だからこれが、これから上がって、で上がった形になります。それと全く同じキーの、これがバッキングになります。これも事前にちょっと録音してますのでかけていきたいと思います。これかな、大きすぎ、大きすぎかな、これぐらいかな。でこれをまた5フレットにカポタフトをつけて、これが E の時のバッキング、まあまあ一緒ですね。ですから1の方、ここが E のここだと思ってください。こう1の方、1の方ですね。2の方、ここですね。2ですね。でここから上がっていって3の方。ここが1,2,3,4,5 ですからね。3の方、で次ここから4の方、これ4の方はここもここもやれば同じなんですね。4の方、今のオクターブ下になります。
ました。ここで一の方をやるのと一緒ですね。と同じことを五の方をそのオクターブ下にもずらして。今ポジションが、まあ、ここかここのとこから1の方を始めて2の方3の方4の方4の方は実はもうこっちに持ってこれるというこれがで5の方は要は1の方のところで、やるということになります。ですから、今まで E でやってたのを A に切り替えるというのはこういうことなんですね。ですからこれでまたちょっと遊んでみてほしいんです。これを、バッキングを録音してこれ今乗ってもらっていいですのでしばらくちょっとこれで練習しましょうか。
メジャーペンタトニックスです。はい、今回は、A についての、A マイナーペンタトニックスケール、これについての、まあ、ちょっと解説をしましたね、詳しく。で、全く解説なしで、またメジャーペンタトニックスケールっていうのをやっていきました。これ最後に僕はちょっとだけ、明るめのやっぱり陽気な曲になりますよね、このメジャーペンタトニックスケールっていうのは。で、A メジャーペンタトニックスケールもですけれども、まあ、次回は、今度 C というのに、挑戦しています。実は今回やった、A メジャーじゃなくて A マイナーペンタトニックスケール、 A マイナーペンタトニックスケールがすごく次回の、C のですねコードの、キーの時に、影響してくるので、まずこの A のこの手癖を必ず、つけて、次回に、臨んでほしいということになります。はい、じゃあこれが、今回の宿題ですね。はい、どうだったでしょうか。ちょっとまた思った以上に長くなってしまったんですけども、今回ちょっと前置きも長すぎましたね、すみません。ただどうしてもいろいろなことを伝えたくて、ついついこう長くなってしまいます。で、勝手にこういろいろなことを僕もいろんなフレーズを弾いてますけれども、これに乗ってまあ、僕が思っているのが、この、再生を秒を覚えてて、そこまで戻して何回か繰り返しやれば、僕がソロをやっている後ろのバッキングに乗ってソロは重なってもそんなに喧嘩しませんので、同じ、ペンタトニックスケールでやっている限り、まあ、ぜひ、まあ、ぜひぜひその、繰り返しこれをかけてやってもらう。まあ、できたらちょっとお手数ですけど、自分のスマホに録音してそれをヘッドホンで聞きながら、繰り返し、やっていく。バッキングも練習してもらうと。で、 A の、バッキングはローポジションの方で十分いいと思います。まあこれエレキ使ってる人も一緒ですね。今の段階ではローポジションの方で覚えていって、それを録音してやっていくというのがいいんじゃないかなと思ってます。それでは、次回、ちょっと手品のようなことをやりますので、まあ、楽しみにしておいてください。それではあと1回頑張りましょうね。はい、じゃあまた次回お願いします。